皆さんこんにちは、サルです。以前の動画でご紹介したようにメッシュ型の焚き火台をダイソーグッズでカスタムすることで通気性が改善、煙の少ない焚き火台になったので、これを機に庭キャンスタイルも新規って改めてみようと思いまして、レンガ炉も組み直してみました。過去にご紹介したタープテントはたくさんご視聴いただいてるんですが、ある視聴者さんに教わって新スタイルに発展してます。セリアの自己誘着テープの活用方法や庭キャンプ設営にご興味ある方だと簡単なレンガ炉の作り方など盛りだくさんすぎるテーマですが、見てやってもいいかなっていう、お時間のある方はどうぞお付き合いください。よろしくお願いします。ということで、昨年8月から使ってきた3代目二次燃焼ストーブのレンガ炉を一旦全部解体します。数えてみるとちょうど100回ぐらいですね。この二次燃焼ストーブは使ってます。そうそう、このレンガ炉は私の場合、あえてセメントで固定していませんので、まるでレゴブロックで遊ぶように分解が可能です。最低限の構造強度を確保するために、半分に切ったレンガも複数準備しておいて、互い違いになるように並べて積んでるだけです。互い違いになってるため、今映ってるあの左の部分、あそこはね、引っ張っても外れません。無理なんです。はい、無理でしたね。諦めて壁状に積み上げている上のレンガから解体していきます。レンガがたくさんあると、いろんな形に変形することが可能なので楽しいです。一番最初はピザ窯を作ってました。で、次にペンキ缶で自作の二次燃焼ストーブを作って、その後富士見産業の二次燃焼ストーブ、そして武田コーポレーションのストーブと来て今回の衣替えです。で、メッシュ焚き火台を設置してみたんですが、ちょっとでかかったです。はい、ということで、仕方なく土台からやり直します。レンガ炉に住み着いてるヤモリくんが登場かわいい住人です。前からね、ずっといるんです。2年ぶりぐらいに全部めくりました。せっかくだから綺麗にしておこう。気が向いた時だけ綺麗好きになります。いつもは真逆なんですけどね。横にして2つ並べるとちょうどよかった。こういうのは本当にレゴ遊びと同じ感覚です。良さげだったので背面レンガを仮積みします。背面のレンガ壁を仮積みした際に互い違いに組むのを忘れてました。せっかくハンマースのレンガがあるので、本組の時に積み直しました。こんな風に互い違いにすると強度が増します。焚き火台の上が少し当たっているので、レンガ位置を微調整して完成です。これで土台と背面は OK。ちょうど良い感じです。消し炭入れに使っているステンレスの箱です。蓋も鉄板を切って作りました。取っ手はセリアの鉄筋風アクセサリーですが、なんと五徳にもなって超便利です。余った穴開きレンガをトング差しに流用。うちの焚き火場に鎮座してきた歴代のストーブです。初代のペンキ缶は朽ちてもう処分したんですが、富士見ストーブや武田ストーブは今も使えます。ただし、富士見ストーブは過去動画でもご紹介した通り、二次燃焼機構の肝である内側の二重壁が錆落ちてありません。したがってただの一次燃焼ストーブですね。
ただこの鉄錆風合いを眺めながら沸かした湯で焚き火コーヒーを楽しむと格別です。まあただの変態ですね。こちらは約8ヶ月利用してきた武田ストーブ、8ヶ月でちょうど100回近く燃やしてますが、まだまだいけそうですね。円筒状の二次燃焼ストーブは明らかに燃やす力が優れているので、よく乾燥していない枝でも燃やしてくれます。まだ使ったことない方には本題から外れますがおすすめです。このタープテントも過去の動画で紹介した 3×3 の DD タープシェルターですが、以前の動画と3箇所違ってます。1つ目に LED ライトは磁石で吊るしていること、これ視聴者さんに教えてもらったんですが、テントの外側を見ますと、なんと薬瓶の蓋がちょうどよかったので、これにマグネットでくっついています。そして庭の狭いスペースに張ったので、床の幅は150センチに狭めました。そして出入り口も二股ポールで設営してます。床が狭まっても出入りしやすいシェルターになりました。張る場所に合わせてサイズ調整できるのがタープシェルターの最大の魅力です。こちらも最近の動画でご紹介したセリア新商品の自己誘着テープです。かっこいい包帯にしか見えないなんて思ってたら店頭では売り切れてました。意外に需要あったのかもしれません。意外って失礼ですね。確かに糊を使ってないので何度でも貼り直しが可能だし、伸縮具合が絶妙。映っているようにペグハンマーの柄を斜めにカットしたような部分にも伸ばしながらぴったり綺麗に巻きつけることができます。過去にあったグリップテープよりもずっと作業は簡単なんですね。水に濡れてもタオルなどの布を上に巻いてギュッと掴んでやればほぼ水分が取れるし、自転車のハンドルに巻いてもぴったりです。うん、いいじゃん。よく伸びるのでハサミでは少し切りにくいんですけど、刃に糊がつかないのは嬉しい。こんな風に端も綺麗に留めやすいです。もうすぐ発売予定のセリア新商品も期待が高まります。軽く何かを叩いてみたらわかるんですが、クッション性と滑り止めの効果は抜群。いろいろ使えます。絵の型を斜めにカットしているので、絵の端ギリギリを持った時でも手の形ぴったりにホールドできます。右手で持っても左手で持っても大丈夫。今一番気に入ってるセリア新商品です。それではお楽しみの焚き火タイムです。今回も煙を出さないように燃焼させてみます。ご覧ください。